じゃがいものコンビーフ漬けを作ります。はい、では皮を剥いたじゃがいもを薄く切っていきます。じゃあだいたい 3,4 ミリぐらいの、ね、幅になるように切ってください。分厚すぎず薄すぎず。はい、では切ったじゃがいもを水につけていきます。今回水につけなくても火を入れてもいいんですけれど、今回はこの表面にねついてるでんぷんを取ってアクを抜いてあげることで、じゃがいも同士がくっつかないので、つけやすくなるということで、水につけてさらしておきます。はい、じゃあつけたじゃがいも水切りしていきます。はい、じゃあちょっと水気をね上からで構いませんので、ちょっとこう拭いてあげてください。まあ、完全に拭き取るまではしなくていいんですけど、ちょっと余分な水分を取る程度。そしたら耐熱のお皿にいいですか、入れて、でちょっとここからあまり重ならないように広げて、全体に広げるようにして、はい、ラップをかけてチンしていきます。じゃあラップをふんわりとかけます。でレンジにかけていきます。はい、じゃあ電子レンジに入れていきます。600ワットで2分間加熱します。加熱したじゃがいもです。目安としてはちょっとこうね透明感があるようなねじゃがいもになってれば火が通ってますので、加熱時間は調節してみてください。ではラップを敷いた上にじゃがいもを並べていきます。ちょっと重ねるようにしてね、はい、でその上にコーンビーフを重ねていきます。ちょっとちぎるようにしてね、乗せます。このコーンビーフの塩気と旨味をあったかいじゃがいもの上に乗せることで上手に使っていきますよ。でまたじゃがいもを重ねます。これを繰り返していく。コーンビーフってこれだけ食べるとちょっとねしょっぱいのでね、このじゃがいもと合わせることで程よい旨味と塩気になって美味しいんです。これがちょっとこう湯気が立ってるぐらいの時にのせるとまたそれが美味しくなります。ミルフィーユのような感じでね重ねていきます。上下からこうコンビーフの旨味が来るのでとても美味しくなりますね。これで崩れないようにね、後でラップで包むので多少崩れても気にしないでどん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 重ねていってください。はい、じゃあ上手に重ねられたらラップをしっかりこうキュッとなるように閉じます。そしてちょっとこう上から押さえるようにして、じゃがいもとコーンビーフがしっかり密着するように押さえて、このまま粗熱が取れるまで置いて、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて30分以上休ませ漬け込んでいきます。